ピエール・ジョゼフ・ル・ドゥーテは、南ネーデルラント出身のベルギーの画家、植物学者。ユリやバラなどの植物を描いた、博物画を多く残しており、バラの画家、花の画家として知られる。同版画による、多色ずり印刷を確立した人物と言われる場合も、あるが、彼の作品は全て手彩式による修正が、施されている。ル・ドゥーテの植物がバラの一種、ロサケンテフォーリアと、 アネモネとクレマチス。ナポレオン一世の皇后ジョゼフィーヌがマルメゾン城にバラ園を営み、世界中からバラを収集していることを知ったルドゥーテはバラの絵を描くことを思い立ち、ジョゼフィーヌからバラ園の出入りの許可を得た。以来、ルドゥーテはマルメゾン城のバラや他の植物の絵を描くことになった。ルドゥーテはいくつかの植物図譜を表すが、その中でもバラ図譜は、 最高傑作と言われる。バラズフは、ジョゼフィーヌの死後の1817年から1824年にかけて全3巻に分けて出版される。バラズフには169種のバラが精密に描かれ、芸術的価値だけではなく植物学上も重要な資料となっている。バラズフの原画は1837年に、ベリーコーヒー、 マリー・カロリーヌの口利きで国家に買い上げられることとなるが、1871年のルーブルの図書館の火災で消失したと言われている。祖先はネーデルラントの騎士だったが、芸術家を多く輩出する家系であり、職業画家となる人物が多かった。ジョゼフの父は宗教画家、兄弟は装飾画家を務めており、幼い頃から絵に親しんでいた。 十大後半からパリにある兄の工房で、装飾画家を務めていたが、植物画家、ヘイラルト・ファン・スパーン・ドンクに才能を見出され、技術を学び、植物学者、シャルル・ルイ・レリチエ・ドブ・リュテルの著作、新種植物の記述の差し絵を手掛けたことから、博物画の世界に入った。ルドゥーテの植物画は、絵の正確さから、園芸家などからも支持を集めた。 王妃の収集室付つつ素描画家、自然史博物館付け植物画家、自然史博物館付け図画講師を歴任し、金銭的には恵まれていたが、浪費癖があったため生活はしばしば困窮し、死の直前には銀食器まで売り払うほどだった。現在一般に入手できる著作は以下のもの。レッドテは植物の学名で命名者を示す場合に、 ピエール・ジョゼフル・ドゥーテを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズには、ピエール・ジョゼフル・ドゥーテに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。